まさかこんな発想があったなんて。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあかねです。皆さんは外国人に人気のある日本の便利グッズというとどんなものを思い浮かべますか？例えば消せるボールペンや修正テープなどの文房具、使い捨てカイロ、油取り紙などは海外ではあまり見かけないため、お土産として購入する外国人観光客も多いようです。今回ご紹介するのは、オーストラリア人女性が以前日本で暮らしていた時に日本の便利グッズの数々に驚いたエピソード。それでは早速ご覧ください。オーストラリア人が日本の発明品に驚愕。私の名前はオードリー。30代のオーストラリア人で、現在は夫と2人の娘と共にシドニーで暮らしているの。実は私は2年前まで日本に住んでいた。結婚後すぐに夫が日本へ転勤することになっちゃって、当時は子供もいなかったから夫と一緒に日本で暮らすことにしたのよね。そして来日から2年後に待望の妊娠が判明。私は日本で初めての出産を経験することになったの。まさか自分が海外で出産することになるとは夢にも思わなかったけれど、日本での出産は想像以上に快適。夫や周りの人たちのサポートもあって、何の不安もなく過ごすことができたわ。そうそう、私が住んでいた地域には同時期に出産したママさんたちが何人かいてね。無料子育て支援センターで知り合ったママ友たちは、育児に役立ついろいろな便利グッズを教えてくれたの。それらのグッズはオーストラリアでは見たことのないものばかりで、驚きの連続だった。せっかくだから私が特に驚いたグッズをいくつか紹介するわね。まずは赤ちゃんの鼻水を吸うことができる電動の鼻水吸引器。病院で使われるような本格的なものがベビー用品店や家電量販店で売られていることに驚いちゃった。赤ちゃんは自分で鼻をかむことができないから、風邪をひいて鼻が詰まってしまうと見ているのも辛くなるほど苦しそうだし、夜もなかなか寝つけない。そんな時にスイッチを入れるだけで簡単に鼻水を吸い取れるなんて本当に画期的。育児中のママにとってこんなにありがたいものはないと思ったわ。次に紹介したいのは歯磨きシート。これは歯や舌を拭いて付着した汚れや気になる匂いを取り除いてくれる使い捨てのシートでね、自分で歯磨きやうがいができない赤ちゃんのお口をきれいにするのに便利だし、拭くだけでいいから眠っている時や外出先でも手軽にケアしてあげられるの。指サックタイプは指先の感覚を頼りに動かしやすく、隅々まで磨きやすいのがメリットだし、スティックタイプは口の中に指を入れないから衛生的なことはもちろん、噛まれた時に怪我をしにくい。ちなみに日本では大人用の歯磨きシートも販売されていて、災害時や介護の場面などで役立っているそうよ。ママ友たちは他にもたくさんの育児グッズを教えてくれた。もちろん自分でもネットとかで調べたりはしたわ。だけど当時はまだ難しい日本語がわからなかったから、うまく検索ができなかったの。だからママ友たちから直接情報をもらえたのは本当に助かった。ミルク育児に欠かせない哺乳瓶だって日本は種類がすごく豊富。ママ友からは赤ちゃんによって好みも違うから、いくつか試して合うものを探した方がいいよとアドバイスをもらった。特に私が感心したのは、新生児用、1ヶ月頃用、3ヶ月頃用など月齢に合わせたラインナップがある赤ちゃんの飲む動きを研究して作られた哺乳瓶。確かに赤ちゃんは成長するにつれて動きや飲む力が変わっていくから、その発達段階に合わせて細かく設計されているのはすごいと思ったわ。それから赤ちゃん用のガーゼは綿 100% で肌に優しいのにすごくお手頃価格で手に入る。西松屋というベビー用品店では10枚セットのガーゼハンカチがなんと400円くらいで売られているのよ。あとは赤ちゃんのものを入れて持ち歩くマザーズバッグもすごく便利。バッグの中が細かく仕切られているから、どこに何を入れたのかが一目瞭然だし、軽量で撥水加工までしてあるから、
突然の雨でも中身が濡れる心配がないの。赤ちゃんとの外出ってミルクやおむつ、着替えなど荷物が多くなりがち。だけどママ友が勧めてくれたマザーズバッグを買ってからは荷物の整理が楽になって外出時のストレスもだいぶ減ったわ。それからベビー肌着はメーカーの細やかな配慮に感動。実は日本のベビー肌着って品質表示のタグが外側についているの。これならタグがチクチクして赤ちゃんが不快に感じることもないわよね。さらに赤ちゃんのデリケートな肌を刺激しないために縫い目も外側にある。こんなに細かいところまで気を配って作られているなんて、日本のベビー用品の品質の高さに改めて驚かされたわ。そうそう、赤ちゃんの肌に優しいといえば日本の紙おむつも本当にすごいわよね。吸収性とか通気性が抜群で、素材もすごく柔らかいから赤ちゃんは快適みたいだし、おむつかぶれも防げるの。ママ友の話によると、同じサイズでもメーカーによって形は少しずつ違うんだそう。だからいろいろ試して赤ちゃんの体型に合うものを見つけるのがいいみたいよ。話を少し戻して、初めて出産に臨んだ産院でのこと。初産だから分娩には時間がかかるだろうと覚悟していたら、意外にも陣痛が始まってからわずか4時間ほどで長女は元気に生まれてきてくれた。出産に立ち会った夫は感動のあまりボロボロと泣いていたわ。そしてオーストラリアでは出産翌日に退院することが多いと聞いていたから、日本では5日間も入院できることにびっくり。入院中は助産師さんが授乳や赤ちゃんのお世話について丁寧に教えてくれたし、栄養バランスのとれた美味しい食事も楽しめた。しかも退院前日には赤ちゃんを一時的に扱ってもらって、フルコース仕立てのお祝いディナーを堪能。至れり尽くせりで本当に快適な入院生活だったわ。退院後は慣れない育児に戸惑いながらも、ママ友やご近所さんにたくさん助けてもらって少しずつ生活に慣れていった。両親が遠方で夫以外に頼れる人がいないから不安だったけれど、周りの人たちの温かいサポートのおかげで大変な時期を乗り越えられたことに心から感謝しているわ。そして子育てがようやく軌道に乗り、少しずつ自分の時間を持てるようになった矢先、夫に帰国の辞令が降りた。ママ友やご近所の方々とも仲良くなり、すっかり日本での生活に馴染んでいたから、日本を離れるのは言葉では言い表せないほど寂しかったわ。3ヶ月後、私たちはオーストラリアに帰国。両親との再会は本当に嬉しかったけれど、日本での生活が快適すぎたせいか、母国での暮らしは不便に感じることが多かった。ご飯なんて日本の方が断然美味しいから、逆ホームシックになってしまったほど。オーストラリアにも日本食レストランはあるけれど、やっぱり本場の味とは全然違うのよね。なぜならオーストラリアにある日本食レストランは中国人や韓国人が経営していることも多いし、オーストラリア人の好みに合わせて西洋風にアレンジされたメニューも多いから。そういうなんちゃって日本食に出会うと、素材の味を生かした繊細で美味しい日本食が恋しくなっちゃうわ。それにオーストラリアの物価は日本の約 2.5 倍、大して美味しくもないラーメンが25ドルもするんだから、そんな金額を払ってまでオーストラリアの日本食を食べる気にはなれないわよね。そんなオーストラリアでの生活にも慣れた頃、2人目を妊娠していることが判明。今回は近くに両親がいてくれたし、出産も2回目だったから不安はほとんどなかった。そして無事に次女を出産。長女の時に日本で買ったたくさんの便利グッズは今回も大活躍してくれた。次女が6ヶ月になった頃、私たちは久々に家族4人で近所の公園へ出かけた。この時期の赤ちゃんは周りの世界に興味津々。公園の新鮮な空気や木々の緑、鳥のさえずり、遊んでいる子供たちの姿など、たくさんの刺激を受けることで五感を育むことが大切なの。それに太陽の光を浴びることで体内時計を整えたり、ビタミン D を生成したりする効果も期待できるのよ。その時、私がベビーカーにつけていたのは荷物をかけられる S 字フック。
荷物が増えてもそこにさっとかけられるからすごく便利なのよね。すると家族連れのママさんが、それは何？どこで買ったの？と話しかけてきた。日本ではそんな風に聞かれることはなかったからちょっとびっくり。でもオーストラリアの一般的なベビー用品店では S 字フックを見かけないし、もしかしたら高級ベビー用品店に行かないと買えないのかもしれないわね。だから私は、これは日本で買ったものなの。オーストラリアにもダイソーという日本の100円ショップがあるからそこで買えるかもしれないわ、と教えてあげた。そしたらそのママさんは、こんな便利なものがたったの 2.8 ドルで買えちゃうの？と驚愕していたわ。また別の日には、スーパーで買い物を終えた私が駐車場で娘たちを車に乗せていると、隣の車のママさんが、その窓についている日よけはどこで買ったの？と声をかけてきた。それも日本で安く買ったものだったから、そう説明すると、日本のものって性能が良くて便利なのに安いのね、と感心していたわ。日差しが強いオーストラリアでは車に日よけをつけている人が多い。だけどオーストラリアのものは何十ドルもする割に使いにくいのよね。その点、日本で買った日よけは安いのに優秀で本当に助かっているわ。それから自宅に親戚を招いて庭でバーベキューをした時は、長女が使っていたミニ扇風機にみんな興味津々。日本のダイソーで買ったの。まあこれは100円じゃなくて300円くらいだったと思うけれど、と教えてあげたら、夫のお姉さんは、帰りにダイソーに寄らなくちゃ、と張り切っていたわ。こんな感じでオーストラリアで日本の育児グッズを使っていると、私は知らないママさんからしょっちゅう声をかけられた。それはどこで買えるの？と聞かれ、そこから仲良くなってママ友になった人もいるくらい。オーストラリア人はもともと親日家が多いのだけれど、近年はダイソーやユニクロ、無印良品みたいなお店がショッピングモールに増えていることもあって、日本の商品への関心がますます高くなっているみたいね。実際マザーズバッグやベビー肌着なんかを買える日本のお店を教えてあげると、みんな大喜びだし、日本へ行ってもっといろいろ買いたいわ、と言ってくれる人もいたわ。私たち夫婦はまたいつか絶対に日本へ行こうね、とよく話している。私が日本で行きたい場所はやっぱり西松屋とダイソー。西松屋なら幼稚園や小学校で使えるアイテムが何でも揃うし、安くて可愛い子供服もたくさんゲットできるからね。それにダイソーの品揃えだって日本の方が断然いい。日本で仲良くなったママ友達とも再会して、またおすすめのグッズとかをいろいろ教えてもらいたいわ。それからもちろん娘たちにも日本の素晴らしさを体験させてあげたい。ああ、夫がもう一度日本に転勤になってくれたらすごく嬉しいのにな。海外の反応。日本で赤ちゃん用の爪切りを買ったら、これが大正解。先が短くて丸くなっているから、赤ちゃんの小さい爪にぴったりなの。子供がいるとどうしても荷物が増えちゃうから、私もベビーカーにつけるフックが欲しいわ。あれがあればすごく便利そうだし、自分の買い物も我慢しなくて済むようになるんだもの。夏に日本を旅行した時、小さなファンを片手に歩いている人を街中でたくさん見かけたの。最近はいろいろなファンが出ているみたいで、首からかけられるタイプやミストが出るタイプもあったわ。コンパクトで持ち運びやすいし、風量も調節できるみたいですごく便利そう。私も次に日本へ行く時はおしゃれなハンディファンをゲットして暑さ対策をしようかな。出産を控えた私に日本旅行のお土産として友人がベビー服をくれたの。デザインもパステルカラーで可愛かったんだけれど、肌触りが最高でびっくり。こんな着心地のいい服を着たら赤ちゃんはすぐに眠っちゃいそうよね。日本のマザーズバッグは最高よ。荷物をたくさん入れても肩が痛くならないし、口が大きく開くから中のものをさっと取り出せるの。もう世界中のママたちに配るべきだと思うわ。まとめ。海外でも高く評価されている日本の育児グッズですが、その理由の一つが高い安全性。日本の育児グッズは厳しい安全基準をクリアしているため、
安心して使うことができます。また高品質な素材を使用し丁寧に作られているため長く使えるのも特徴。さらに機能性やデザイン性が高く手頃な価格で購入できるものも数多くあります。例えば日本のベビーカーは特にアジア圏で大人気。軽量でコンパクトに設計されているため持ち運びや収納に便利ですし、小回りが利く走行安定性の高さや振動を吸収するサスペンションなどの安全面に配慮した設計も日本のベビーカーの魅力といえます。このように安全性や機能性、デザイン性、価格などあらゆる面で優れているのが日本の育児グッズ。これからも日本の育児グッズは進化を続け、世界中の赤ちゃんを笑顔にしてくれることでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。